洋画をする人の造ーガ学派は、正統バラモン教の一派で、洋画の実践により下脱を目指す。現代では六派哲学の一つに数えられる。洋画スートラを教典としている。厳密な二元論であり、無神論、または非神論のサーアンキア学派の刑事上学を、骨子とし、同派の姉妹学派と言われるが、自在神イシュバラを認めるなど多くの点で異なる。 ビアーサの注釈書、ヨーガ・バーシャのまた中である、タットババイシャーラディーには、仏教やジャイナ教とともに、サーンキア学派の影響が強く見られるが、ヨーガ学派は、ヨーガ・スートラだけでなく、これらの他にも数多く表された、注釈類を含む。特に、ヨーガ・バーシャは、ヨーガ・シャーストラと呼ばれ、ヨーガ・スートラと同じくらいを重んじられた。ヨーガ学派の自在神は、 世界創造の最高神ではなく、洋画行者が修行中に記念する対象とされている。形事上学的な世界観を確立したサーンキア学派に対し、洋画学派は、心の諸作用の死滅を主目的とする救済技術を発達させ、これに伴う心の作用自体を探求して、心の理論を精緻に整え、下脱に至る実践的な行法の体系を示した。 記憶や意識下の潜在印象が煩悩を形成する原因になると考えられたため、心の作用だけでなく、潜在印象についても、かなり深い考察がなされている。サーンキやヨーガの体系では、心は常に転変し、それに伴い潜在印象が生まれ続けると考えられ、収集と利欲を繰り返す、ある意味パラドキシカルな修行の改定を登り、煩悩を立ち、 潜在印象から煩悩が生じない境地を目指す。こうした心の理論には仏教の影響が認められる。修行が進むと様々な超能力が自然と身につくと考えられたが、後世の旗用画とは異なり、超能力の獲得自体は修行の目的ではない。死から直接指導を受けることが必要不可欠とされ、死の存在が非常に重視されるが、 適当な死に巡り合えなかった場合、または死の系譜をたどり無限訴求に陥らないよう、最初の死、死の中の死として自在神が必要とされたと思われる。自在神の表彰は、音オウームであり、これを復唱しながら自在神を記念し、三枚の境地に至る。後期には一元論のベーダーアンタ学派の影響が大きくなり、二元論のサーンキや学派、ヨ画ガ学派は変容。 または衰退し、後世に、ヨーガ学派やサーアンキア学派を名乗った修行者たちの多くは、芝神やビシュヌ人を信仰していたことが知られている。ヨーガスートラは15世紀にはほとんど忘れ去られていたが、イギリス人インド学者のヘンリー・トーマス・コールブルックの著作によって、再び知られるようになった。19世紀半ばには、インドの伝統的なヨーガの実践と、 ヨーガスートラの体系のつながりはすでになくなっており、ヨーガ学派のヨーガーの体系について教えることのできるインド人の学者はいなかったと言われる。イギリスに植民地化されていたインドが欧米に自国の文化の価値を示そうとする試みの中でヨーガ学派のヨーガスートラは注目され、ヨーガの聖典とみなされるようになっていった。ありがとうございます。